マルコ・メランドリは、イタリア・ラベンナ出身の、モーターサイクルロードレースライダー。2002年ロードレース世界選手権、GP250 チャンピオン。同選手権で、史上最年少デビュー。前、同選手権史上最年少優勝記録保持者。2003年シーズンより満を持たして、モートジッピークラスにステップアップし、当初はヤマハに2年間所属したものの、 大きな成績を上げられなかったが、2005年より、ホンダに移籍すると初勝利を含む2勝を挙げ、ランキング2位に躍進、翌年以降も、トップ争いに絡む実力を発揮した。2008年には、ドゥカティワークスに移籍し、トップライダーとして期待されたが、デスモセディチ GP8 を乗りこなすことができず、シーズン17位に低迷してしまい、 シーズン中盤には川崎への移籍契約を結んだ。しかし2008年シーズン終了後に川崎がモートジッピーからの撤退を発表。メランドリはシート喪失の危機に見舞われたが、それでもモートジッピーへの出場を熱望し続けたことにより、モートジッピー主催のドルナ社による働きかけもあり、川崎は早手レーシングとして一台体制ながら存続することとなり、メランドリは 希望通り継続参戦できることになった。迎えた2009年シーズンは勝利こそ挙げられなかったものの第4戦フランス GP ではスタート直後からの降雨によるレインコンディションでのマシン交換の際タイミングを測って上位に進出しそのまま2位でフィニッシュし表彰台に上がる大健闘を見せるとその後も安定した成績を残しシーズンを10位で終えた。 この実績が認められ、2010年シーズンのホンダ復帰をすんなり決定させ、グレシーニレーシングに所属2010年シーズンに挑んだが、昨年と同じく10位に止まり、最高位は5位であった。2011年はスーパーバイク世界選手権にヤマハアークスチームから参戦し、初参戦ながらランキング2位を獲得した。2012年は前年限りで、 選手権から撤退したヤマハから BMW ワークスへと移籍し、スーパーバイク2年目のシーズンを戦った。第5戦、ドニントンパークラウンドのレース1で優勝し、3戦4年目の BMW に念願の初優勝をもたらすなど、6度の優勝を飾り、総合3位だった。BMW はこの年限りでワークスチームを撤退させ、BMW もトラットイタリアに、 ワークス活動を引き継ぐことを発表した。2013年は、ワークス活動を引き継ぐ BMW も、トラットイタリアが運営するチームからの参戦となった。メランドリは3度の優勝を獲得し、総合4位でシーズンを終えた。BMW は、前年の自社ワークスチーム撤退に続き、BMW も、トラットイタリアの撤退を決めたため、BMW のスーパーバイクでのワークス活動は、 この年で終了した。2014年はアプリリアに移籍して年間ランキング総合4位。2015年はアプリリアレーシンググレジーニからモートジッピーに復帰したが第9戦ザクセンリンク GP を前にチームからの離脱を発表。ノーポイントのままモートジッピーの2015年シーズンを終えることとなった。オフシーズン中から アプリリアのモートジッピー機のフィーリングがつかめず、メランドリ本人はスーパーバイクへの復帰を望んだが、チームから認めてもらえなかった。ありがとうございます。